そういう集客をしてなかったの。マーケティングとか、うん、俺がそのプロ野球の球団を買うことがものすごく大事だってことを分からせたから、うんうん、ひょっとして20〜30億とかだったら買えるかもと思って、うん、近鉄買えんじゃんとか思って、当時の近鉄は全然客入ってなかったっけ。人気がないんじゃなくて、その構造に気づいてなくて、そういう集客をしてなかったの。マーケティングとか、まあ社長がボンクラなわけですよ、簡単に言うとね。で、大体プロ野球の球団っていうのは親会社の誰かが出向してきて 社長をやったりとかしてるから、全くそういうセンスはないわけ。プロスポーツチームの経営とはみたいなことを考えてるやつが一人もいないわけですよ。まあ、今でこそ多分いるけど、当時20年ぐらい前って誰もそんなこと考えてないわけ。だから近鉄なんか何もできてないわけですよ。藤井寺球場とか、もう全然人入ってないわけ。まあ当時も大阪ドームとかだったのかな。でも全然客入ってない。もうより藤井寺よりも悲惨なわけですよ。もう全部その巨人は巨人で、巨人戦の、テレビ広告収入が減ってきてて、日テレからこう切られそうになってるわけ。ゴールデンで野球やらなくなったりとかしてた時期なのよ。それはなんでそんな変化が生まれてたかっていうと、メールなんだよ、僕らのだから主戦場であるインターネットがまさにその構造変化をもたらし始めてた。でその変化にプロ野球チームで気づいてたのはダイエーだけだった。ダイエーだけがその構造に気づいて手を打って実際に成果を出し始めてた。で球場に入れないとテレビに人が流れるから、最初は福岡のテレビ局が全試合放送し始めて持ち回りで、それは九州全域に広がっていってたわけ。たまたま福岡の社長が優秀だった、その後あまりにも優秀すぎて、なんか多分妬まれた部分もあったし、実際にそういうこともやってたんだと思うけど、セクハラでクビになっちゃって更迭されるんですね。そうなんだけど、彼はもともとリクルートの人で、ダイエーがリクルート事件の後、江添さんが持ってた株を買うわけよ、で、実質的にリクルートはそのダイエー傘下になってた時期があって、その時にダイエーのその負の遺産みたいなものをリノベーションしようみたいなので、安比高原スキー場もリクルートが開発してたリゾートなんだけど、それの経営再建をやってた人が、お前ちょっと大英球団の再建行けって言って、で、大英球団に行ってたわけ。で、彼がもういろんな施策を打って、経営をめちゃくちゃ改善させて、むしろもうめちゃくちゃ儲かるような体制を作ってたわけよ。それの美味しいところをソフトバンクが持ってくるみたいなこと。そう。それは後の話で、俺がそのプロ野球の球団を買うことがものすごく大事だってことを分からせたから、それでもうだから三木谷さんも孫さんも球団だってなったわけよ。それは全部俺が見つけたことだからね、それはね。で、それを見て、あ、これパリーグの時代来るなと思って、で、20〜30億で買えて、ね、儲かり出したら、もう宝の山じゃん。さっきのライブではどこの詐欺じゃないじゃん。ブランドとしてね。っていうのは、そこを簡単に説明すると、スポーツ新聞の一面は大体プロ野球なんだよ。1年365日、毎日一面は、9割型プロ野球なんだよ。でしょ？必ず自分ところの会社の名前が出るわけじゃん。だからライブダーフェニックスだったらライブダーフェニックスって出るわけですよ。ストーブリーグだって出るんだからさ。これまずすごいし、テレビ局は大体スポーツニュースの半分以上はテレビ、プロ野球でしょ。だから毎日プロ野球ニュースとかって番組すらあったわけだから、勝手に広告費一銭も払わずに、毎日露出するわけですよ、社名が。宣伝するし、ブランド力上がるわけ。これを一番体現したのはオリックスね。オリックスなんて、もともとオリエントリースって誰も知らない会社だったわけ。企業向けにコピー機とかさ、オフィス器具みたいなのをリースしてる会社だったんだけど、でもその後、球団買収して、オリックスって名前にして、それでみんな、オリックス知らない人いないじゃ